こんにちは。調布漫画学校校長、漫画原作者の鍋島正治です。とうとう第9回目になりました。調布漫画学校、次の講義は、作家の心得、作家はこう生きろというタイトルと、起承転結、ストーリーというものは、序破急であるとか起承転結であるとか、三幕芝居、四幕芝居、いろんなふうに言われますけれども、私の考えでは、物語を起承転結で考えてみるというふうな、考え方で、より良い、ストーリーテイリングのアドバイスができればと思います。作家は好意気に関しましては、僕一人ではなく、これまでいろんな作家さんに僕は会ってきましたし、漫画家さんにも会ってきましたし、師匠や先輩たちの生きる姿を見て、あ、なるほど、こういうふうに生きるものだと思って、うまい言葉を言うなって言った先輩が一人いました。ハードボイルドのセリフの中に、探偵とは職業ではない、生き方だという言葉がありますが、その先輩は、作家も職業ではない、作家という生き物であり生き方なのだというふうにおっしゃってました。そういう作家の生き方、日頃の心得、何をしたらいいか、何を考えて生きていけばいいか、どういうところに気をつければいいかなどをお話したいと思います。起承転結、それから作家の心得、両方とも非常に興味深い内容だと思いますので、ぜひいらっしゃってください。お待ちしてます。